鹿児島県鹿児島市鴨池新町鴨池新町は鹿児島県鹿児島市の町郵便番号は890064人口は5687人世帯数は2717世帯鴨池新町の全域で住居表示を実施している鹿児島県庁の所在地であり県庁舎には行政庁舎の他鹿児島県議会が入居する議会庁舎や 鹿児島県警察が入居する警察庁舎があり、鹿児島県の中枢を成している。南部の鹿児島港鴨池港区は、大隅半島と薩摩半島を結ぶ航路の一つである、鴨池、樽見フェリーが発着している。鹿児島市中部に位置する。町域の北方に、鴨池、四次郎、西方に、三和町、正子、本町、正子町、 南東に新境町が接しており、東方から南方にかけては鹿児島湾に面している。町域の中央を南北に、鹿児島県道218号鹿児島港へ新た線が通っており、その沿線に鹿児島県庁、鹿児島県警察が所在している。また、町域のほぼ中央部にある鹿児島港の鴨池港区からは、鴨池、垂水フェリーが発着し、 大隅半島方面から鹿児島市への玄関口として機能している。鹿児島空港は1972年に埴良郡溝辺町禄へ移転するまでは当地に所在していた。旧鹿児島空港跡地は日本住宅公団によって鴨池ニュータウンとして開発されたほか、1996年には鹿児島県庁や鹿児島県警察本部がこの一角に移転した。 1976年5月17日の鹿児島県広報に掲載された鹿児島県告示、町の区域の新設及び変更により、同年の5月20日に、群元町の一部より、鹿児島市の町、鴨池新町として設置された。また、1976年5月24日と1986年に、それぞれ地先の交友水面埋め立て地が、鴨池新町に編入された。 鹿児島県庁警察庁舎、鹿児島県庁議会庁舎以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市によれば、1985年には人口が6870人であり、当時の鹿児島市の町としては、原田町に次いで上位に並んでいた。2010年には、上田町、川上町、 春山町と並んで5000人台であり、鹿児島市の町としては上位に位置する。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鹿児島県道218号鹿児島小芸新田線、鴨池フェリーターミナル国道、編集県道、編集。ありがとうございます。